はい、どうもさん、こんにちは、ミサです。うい、うい。ということで、本日はですね、ゾウシモスということで、はい。ルミナス武器のゾウシモスなんですけれども、こちらのヘカテイ、水着ヘカテイが実装されたりしたことによって、注目を新たに浴びていますよね。はい。まあ、一応撮ってたこのゾウシモスが、まあ今ちょっとどんな感じになってんのかっていうのを少し語っていきたいなというふうに思います。まああと実践だね。うん。 でまあ、相変わらずね、やっぱなんか普段使うような感じじゃないっすよね。うん、正直。ただ、前回の闇売り古戦場とかで、ゾウシモスを使ったフルオート編成とかも一応あったんですよ。理想にはなんなかったかな結局。ただまあ、理想、純理想というか。 2番目ぐらいにすごいぜみたいな。まあ、そんな感じの優秀なウェポンだったんで、まあ、あの、ゾウシモス自体は役割があったかなっていうのが前回の闇ユり子戦場の話。あと、まあ、高難易度、ルシゼロとか天元とか、まあ、そういったところで、まあ、ゾウシモスを使うっていう編成もあるので、そのあたりについても話していきたいなというような感じです。はい。 で、えー、まあ今回、まあ今使ってるヘカテイとの相性についてなんだけど、まやっぱヘカテイと合わせるのであればゾウシモスが最高っていう感じかな。うん。ヘカテイはサポートアビリティで主人公が味方に刻印をつける。主人公がヘカテイに刻印をつけた場合、エッキレベルっていうのが上がると。で、それが最大5で、エッキレベルが5になったら、一夜日が自動発動するようになるんですよ。 うん。まあそういったところで、まあこの1アビのダメージがね、1000万とか出るんだよね。結構優秀なダメージソースになるんだけど、その主人公がヘカテイに刻印をつけるっていう行為に対して役立つのがゾウシモスっていう感じだね。 まあ、増シモスの説明、改めてなんだけど、ま、あ簡単なのはこれだね。この回路組めたってやつですね。はい。主人公がアビリティを3回使用するごとに闇属性キャラに有安の刻印を付与。ランダムな強化効果。っていうことで、まあ、あの、アビリティ使うだけで主人公がヘカテイに刻印を付けられる。うん。 ま、あ既存の編成だったら、どうしても、例えば、マナダイバーの1アビ2アビ使って、シークレットトライアード、エーテルサクションで、刻印2個つけて、プラスアルファー、みたいな。ま、あそんな感じのイメージが強かったと思うんですけど、うん。そこら辺に追加してゾウシモスは、アビリティを使うだけで刻印を付与できる。っていうところは、他のキャラクター、っていうか、他のジョブ、他の武器とは、なんか一線を隠す刻印ばらまき性能を誇ってる。みたいな感じだね。うん。 あとは、幽暗の刻印が付与されている場合、通常攻撃後に敵全体闇属性ダメージっていう、ま、あダメージ、主人公のパワーが上がるっていうタイプ。ま、あそういう意味では、めちゃくちゃ過言なんだけど、まあ、あの、土属性のフルンティングと似てると。<laughs> <laughs> あまりにも過言すぎるんだけど、まあ、フルンティングと似てる。みたいな感じになってますかね。はい。ま、あと、チェンバー発生時、闇キャラ HP 回復、U1 の刻印を付与。っていうところで、まあ、あの、チェンバー発生するだけで、まあ、あの、HP 回復するから耐久力も上がるよ、とか。まあ、あと、扇ダメが極大なので、扇が強い、とか。まあ、扇使った時、アビ最終感覚が短縮。みたいなのがあります。はい。で、えー、ま、古戦場であれば、 まあ、そうですね。古戦場ぐらいだったら使い始めるかなっていう感じ。ゾウシモスの性能としては。やっぱり長期戦になりますよね。刻印がまあ最大5になるっていうところもそうなんだけど、まああの、ヘカテイを含めた他に優秀なキャラクターが出てきましたよっていう風になっても、どうしてもですね、やっぱ長期戦なのは大前提変わらないので、普段使いっていう性能で言うと、まああんまりそんな使う感じではないのかなっていうのはあります。はい。まあ古戦 戦場で言うと200ヘルあと250ヘルとかも来ると思うんだけどそこら辺で使えたりすることは全然あるかなっていうまあ今後も相性のいい刻印キャラとかが出るだけでゾウシモスの価値は上がっていくのでうんまあまあ面白いおもちゃっていう、まあ、結論ここなんですけどおもろいおもちゃっていう感情はまだなんかありますねはいで、えー、高難易度の運用ですね高難易度での運用なんだけど 正直ちょっと難しい部分はあるんだけど、まあ、今後のジョブ追加とかにもよってくる、このあたりは。うん。ゾウシモスって結局役割は果たせないんですよね。ダメージを出すとか、あと追撃をつけることができるのでヒット数を稼げますよっていうことはあるんですよ。はい。なんだけど、結局のところ、あの、明確な役割を果たせる。 タタイプのキャラクターでではないんですよねこれだったら、じゃあ、主人公を、ま、あのー、あれですよね、陰陽字にするとか、例えばだけど、主人公をヤマトにするとかの方が、あの、クリア自体はしやすいと思う。クリア大前提で、他の部分でキャラクター全部抑えて、遊びの部分少なくするけど、火力を上げるっていう場合に、ゾウシモスは有用かなっていう感じ。うん まあ現状そんな感じなので、ルシゼロでも使うし、天元でも使えるけど、ただ理想になるだけであって、なんかクリアだけを目指すのであれば必要ではないっていうところから、まあちょっと尖った性能してますよね。高難易度運用でも。っていうのは正直思ってるところはあります。はい。まあ、そんなこんなで、まあ別に絶対必須ではないんだけど、あると面白いおもちゃ。 っていうところの部分は、まあ俺はいいかなと思ってまして、はい。まあ普段使いは全然しないですね。<laughs> ゴールドムーンが余ってる人はぜひって感じ、はい。 ということで、ちょっとじゃあ今回フルオート行きましょうか。ヘカテ採用したマナダイバーフルオートの編成なんだけど、結構ね、いい感じです。ダメージも出るし、やっぱターンダメが高いっていうのいいですね。ターンダメージが高いっていうと、ま、ああの、被弾の回数が減るので、安定感が増すんだよね。今回の編成、ま、あ適当に組んだ編成なんだけど、仮組みした編成なんだけど、ま、あこんな感じでダメージが出て、シスよりダメージが出るやつが2人いる、みたいな。うん。しかもヘカテは一矢瓶で他のキャラクターの浴び性能を上げてるから、 まあなんかそれでダメージが一番出てるっていうのはおもろい感じになってますね。はい。で、えー、まあ武器編成はアビリティ予ダメージに寄せつつ、みたいな感じだな。うん。まあ耐久力上げたい場合はこの受食の外装を引っこ抜いて、まあなんか HP 上がる武器を入れたりとか、まあそういう感じがいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、えー、まあ召喚石、トリプルゼロ採用してる。今回マナダイバーオーバートランス採用してんだけど、まあアビリティ使い回してターン縮めてみようかなっていうような感じですね。うん。 あの、アビリティを使う回数を増やし、あの、増やしてでも、1ターン縮めるって、結構価値がでかいっすっ、ね、て。うん。アビリティのターンを1ターン縮めることができれば、まてか、討伐ターンを1ターン縮めることができれば、ぶっちゃけ30秒ぐらい縮むんすよ。そう。 30秒ぐらい縮むから、こういうゾウシモスマナダイバー、昔はあんまり注目されてなかったんだよね。いやなんか、アビリティの使用回数多くて、ターンが縮、あの、ターンが縮んだとしても、討伐速度遅くなるじゃんとか、演出速度がーとか、まあ、なんかそんな感じのイメージが強かったんですよ、昔って。うん。なんだけど、今はちょっとそういう環境とは変わっている気がしている。うん。あの、 今の環境は、アビリティの使用回数を増やしてでも、奥義を使用してでも、1ターン縮めばでかい。みたいな。なんか俺はそんな感じの印象が続いているような印象が、うんそんな感じの印象ですね。はい。まあ、何をしようと1ターン縮めることに価値を見出す。みたいな。まあ、どんだけアビリティポチって1ターンを伸ばしちゃ、あの、1ターン短く討伐したとしても、だいたいマイナス10秒とか。うん。 一ターンさえ縮めば30秒から10秒ぐらいは縮むから、あの、俺たちは全力をかけて <laughs>、あの、アビリあの、討伐ターンを一ターン縮めようぜ、みたいな。なんかそんな感じの環境になってる印象なんだけど、うん、どうでしょうかはい。で、えー、まぁ、あ、最近、あの、だからそういう意味で言うと、オーバートランスを採用した、ま、あの、マナダイバーとかは、まあ、 あと、ウォーロックとかはありなんじゃねえかなと思ってる。うん。奥義使用した時に、アビリティの使用感覚が縮むっていう効果があるので、うん。まあ、そこら辺でですね、あのー、アビリティの使用感覚こうやって縮めてって、回路くべたをバンバン上げて、うん これでどんどん、まあ、奥義再発動。今回、トリプルゼロ採用してんだけど、トリプルゼロの奥義再発動で、奥義2回ぶち込んで、ほら、2739万ダメージ出たんだけど、はい、これで2000万ダメージ、ビャンかまして、奥義の追加ダメが800万、ビャン !698 万、プラス710万、プラス817万っていう。<laughs> すごいターンダメだよな。討伐ターンは明らかに縮んでるから、まあ、特に光属性のさ、ホルス、えー、ホルス、コスモス、ネハンみたいな編成とかもそうだけど、まあ、早くはないけどね。天元とかだったら、天元とかだったらマジで一番クラスに速いかな、は言い過ぎかもしんないけど、バカほど速いんですよ。光のその編成って。やっぱ、ターンダメをバッコン上げて、もうなんか、ターンをガンガン回すっていうのもありだけど、 うん、こうやってターンダメージでバンバン戦うみたいなのも、なんかありなパターンなんだなっていう風に思うと、まあなんか俺は正直、なんか環境の変化を感じますねこれ。ダメージ高すぎ、ワロター。で、エッキレベルが5なので、奥義が2回発動しますと。で、アビリティ最終用感覚が2ターン短縮するようになるので、これでまた1アビ、2アビがパンパン打ちやすくなるみたいな感じだね。うん で、これで刻印付与されて、ういタシリアム、1500万、892万、フェイタルパニッシュ。これで7ターン締めになるかなうん、タシリアム、1600万、ミゼラブルミスト、タシリアム、1600万、バーンみたいな <laughs>。はい <laughs> ちょっとダメージ高いか。ちょっとターンダメージ高いよね。 っていう風にできるのおもろいよな。うん。ゾウシモスのおもろいところはこんな感じで、まあ討伐タイム3分20秒とかなんだけど、まあもっと早編成あるかもしんないけど、こんな感じで遊べるっていうのが俺は魅力的な部分かなっていう風に思ってます。はい。まあゾウシモスはそんな感じ。まあただやっぱ即効性はないし、エレシキガルとかの方が優先度は高いけど、まぁ、あ、250ヘルで輝く理想になりましたっていう未来は、俺全然あると思う。ワンチャンね。うん。 まあそういう場合はシス引っこ抜いて、まあこういう感じになるんじゃないティラー採用して。うん。これでディスペル2枚用意して、えー、耐久力はオロロジャイアと、オロロジャイアのサポートアビリティの HP 全回復と、あと装備で耐えつつ、ヘカテイとマナダイバーで火力を出しましょい。みたいなね。まあそういうパターンとかは全然250ヘル攻略編成とかであるんじゃねえかなと思いつつ、はい。 まあそんなこんなで、なんか、増、ま、し、あ、モス、うん、の今の評価はそんな感じでございました。まあ皆さんもなんか、もし増資モス持ってる人いれば <laughs>、あんまいないんですけどね、正直 <laughs>。あんま増資モス取った人見たことないんですけど、はい、持ってる人いれば、ぜひとも、なんか、ご意見書いててください。ほら、またお会いしましょう。じゃあねバイバイ。